忙しそうですね。ですがもっと忙しくなりますよ。あなたがこの作戦を指揮すると聞かされました。この作戦って一体何だ？まあ落ち着いて。十分な情報もなしであなたを送り出したりしません。最近の出来事でスケジュールが狂ってしまいました。その結果リアクターを稼働させるのが最優先となりました。稼働を始めているのは実は昨日の予定でした。少々近道をせざるを得ません。気乗りはしませんが戦前の技術を頼ることになるでしょう。マスフュージョン施設に向かいベリリウム攪拌機を入手してきてください。ベリリウム攪拌機ってなんだ？細かいことは言ってもわからないでしょう。あしからず。要はリアクターの能力を向上させ予定より早く稼働させられるということです。あなたは私を守ってください。攪拌機の心配は私がします。それはいい。来てもらえて嬉しいよ。私は無事に帰ってこれることの方が嬉しいです。地上に出るのは好きじゃないんです。他に選択肢がなければ仕方ないですけど。もっとも選択肢はあっという間になくなってしまいましたけど。さらにプレッシャーをかけるつもりじゃないんですけど急がねばなりません。噂によると BOS がその一帯を嗅ぎ回っているそうです。攪拌機を先に入手させるわけにはいきません。中継局に向かってください。そこで落ち合いましょう。見失った。
導管を爆破しろ、今すぐ。それは必要なくなるだ。さあ行こう。そうか。EOS がまだ攪拌機を手にしてないことを祈りましょう。リアクターがあった。悪くない代物です。あの時代にしてはですけど。感動的だ。さて、EOS が俺たちを射撃練習の時に使おうと思ったつもり。出発しよう。あの時代の人々は放射能を抑えることは苦手だったようですね。数値はほとんど計測不能です。ここから様子を見ることにします。いいね。
海戦での動きを検知。作戦クリア。率直に言ってファーザーの決断には反対よ。でも受け入れ。ドクターフィルモア、もうそうね、一生分のスリルを味わいましたわ。ありがとう。本当にあなたなしでは成し遂げられなかったです。攪拌機を必要な場所へ運んでおきます。ファーザーが他のことを手伝ってほしいそうです。お待たせしてはなりません。